1年間で、頑張って勉強して、自分の将来について、しっかり考えていきたいと思います。ありがとうございました。ホタルホタルってみんな言ってますけど、ホタルってどんななんですか？では紹介しましょう。今日見に来ているのはゲンジボタルというホタルで、ゲンジボタルと平家ボタルっていう、ホタルは、一般的に見られてるんですけど、特に、ゲンジボタルと平家ボタルの幼虫っていうのは、実は陸上で生活しているんじゃなくて水中の中で生活しているんです。そうなんですか？で、見た目も全然ホタルとは違って、イモムシとかそのような形に、近い形をしています。で、ゲンジボタルの、見られるピークとしては、6月の最初あたりがすごく多く見られるかなっていう感じです。で、特徴で言うとゲンジボタルは、体長が約20ミリ、2センチぐらいあって、ホタルの中でも結構大きいサイズになります。2人はホタルに出会うため川沿いを歩きます。ゲンジボタルですね、この頭の赤い部分に、黒い線があるんですけど、それが、十字架だったら、ゲンジボタルです。よく見ると光っているところが、このなんていうんですかね、節ごとに分かれていて、ここが、一番端っこが1つ目2つ目ってこの光っているところが2つあります。これはさっきとかのホタルとは違って、オスのホタルはこの光ってる部分が2つあったんですけど、メスは、このお尻に近い方じゃなくてもう一個上の方で光ってて、お尻に近い方は、光ってないんです。今日は、これを使ってクワガタを撮りたいと思います。おー、葉っぱが下の綺麗な先の方が広いんで、これは必ず柏の国も多いです。品種的にはよしよし、やばいで、ここ樹液もう一匹ぐらいやんじゃん。これはいい感じの樹液ですね。あ、フクロウが食べてんやん。ここやっぱ寄りついてんだね。フクロウの餌場や、ここほら。いや、フクロウの早い。やっぱりここでここでハンティングしてはるんや。ここや、餌場だ。通りでここにあったんやね。ここで食べてペッてしたんや。ここにもあんで。見てこれ。お、ここ見てこれ。あ、水牛や。おお。ここで食われとんねん。でっか。しかもこれなんか誰か広げてんじゃん、ここで。ああ、遊んでんかな、誰か。うわ、こんなん食われてんでーって言って。これ。うわ、うわ。そのところにお腹食べられた。でかっ。でっか。でかいな。いや、でっか。またでかでかっ。惜しい。今日のターゲット。むちゃかっこいい。今日これやで狙ってんの。あ、落ちてきた。落ちてきた。これや。これ、お？お？あ、あれ？これ。でかいでかい。でかい。何？ここ。ここは。これここはっすか？でかい。これここはっすか？でかいな、このここは。でかい。平田かなと思ったけどな。結構立派なサイズやね。茶色い大きい物体。めっちゃ重機の匂いする、あ、今なんか落ちた。落ちた。お？あ、カミキリ来たよ。宮山カミキリ。かっこいいな。どこどこ。水牛ですね。何ミリぐらいあるこれで、ね。60ミリぐらい。いいサイズですよ。大きい大きい。素晴らしい。おっ、おった。飛ぶて。あ、お前そのところで。うわ、気づかんかった。すげえ。でかいでかい。動き始めてるぞ。これ来てますね。でかい。メスですね。ちょ、おっ、ジュン君おしっこされても。ジュン君頑張ります。こいつ行った。ありがとうございます。そう。
ごい土から出てきた感じしますね。そうですね。めっちゃ。おったやん。おお、バカ見て。おお、でっこ。え、やば。でっこ。やばやばやば。え、でっこ。え、え、ひでたよ。え、でっこ。でかっ。おお、おお、これはえぐ。でかっ。でかっ。え、6ミリ超えたやろ、これは。え、でかく。でかっ。でかっ。あはやった。ちょっとやん、でかっ。まあ、でかっ。でかっ。やばい、どうしよう。でかっ。でかっ。でかっ。やばいやん。あの人はしたった。やばいやん。ひでたや。これだって親指ですね、これが。でかっ。やばいやばい。初めて見た、こんなとこ。親指1本分ぐらいですね。でっかっ。先のモツゴってやつ。先生がいきなり。でっかっ。え、ガチャ。え、これ平田っすか。平田やろ、これ。でっかっ。これ平田。ほんと平田やろ、ほんと平田。うわぁ、これ平田やろ。ほんと平田やで。え、このサイズは珍しい。でっかっ。これ、前回の回、解説というか、大きい。あ、でも、この場で解説しちゃいますか。これはほんと平田って言って、日本の固有種の平田クワガタ。で、まあ、体長5ミリから50ミリか、50ミリから75ミリくらいなんですけど、これでも自然界やったら全然モックスいくかいかんかくらい、千年もんで結構でかいっすね。これはなかなか大変で、このサイズの平田はすごいな。これだとあんなすごい。これはいいぞ。じゃあ引き続きやっていきましょうか。はい、今回はまあ目的のカブトのオスが取れてなかったんですけど、まあメスが取れたりして、まあそしてまあ一番嬉しかったのがヒラタですよね。ヒラタ結構でかいの初めてここに取れたんでめっちゃ嬉しかったです。まあ野村ホイホイには来てるやつもいたんですけど、まああんまり来てなかったんで、まあ、試行錯誤は必要かなとか思いましたね。まあ次回撮るときはそこの点も踏まえて、まあ、時間とかしっかり見て捕まえに行きたいと思いますね。じゃあ今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。